押し出し成形したアルミニウム材、いくつか中空部分がある。側面のスロットに専用コネクタをはめ込むことができる。押し出し成形は、蘇性加工の一種であり、耐圧性の型枠に入れられた素材に高い圧力を、加え、一定断面形状のわずかな隙間から押し出すことで、求める形状に加工する方法である。アルミニウム押し出し成形用の二つの金型。 この二つを組み合わせて使う。右側の金型で丸い管を押し出す、際の中空部分を作る。素材を圧縮して、ダイスと呼ばれる金型から押し出し、必要な形状の断面を形成する。製造プロセスとしての利点は、非常に複雑な断面形状を形成できる点と、素材にかかる応力が、圧縮応力と先端応力だけであるため脆い、素材も成形できる点である。 また、押し出された表面は非常に滑らかになり、仕上げが不要である。一般に押し出し成形される素材として、金属、重合体、セラミックス、コンクリート、食品などがあり、アルミサッシのようなアルミニウム製品の加工で多用されている。理論的には無限に長い物体を形成でき、実際にも多数の部品を連続的に製造できる。 押し出し成形プロセスは厚い素材にも冷たい素材にも適用可能である。単純な押し出し陽金型では中空部分のある断面形状を形成できない。中空部分を形成する金型の部分をセンターピースと呼ぶが単純な金型ではセンターピースを固定できないためである。一般に金型はある程度の厚さがあるので 最終的な穴の形状が中空部分のある断面形状になるようにし、素材を押し付ける側でセンターピース部分を保持できるように形成しておけば中空部分のある断面を形成できる。したがってそのような金型は厚みの方向に沿って穴の形状が徐々に変化することになる。1797年。 ジョゼフ・ブラーマが円管を製造する、押し出し成形プロセスの世界初の特許を取得した。事前に熱した金属を人力で金型に押し付け、中空の環状に成形するものである。しかしこの製造装置は、実際には製作されず、最初に、油圧式押し出し成形装置を製作したのは、トーマス・バリで、1820年のことだった。なお、この頃は、 押し出しイコールエクストリューションではなく、噴出イコール、スクイーレッティングと呼ばれていた。1894年、アレクサンドル・ディックが、どうや、真鍮の押し出し成警報も開発した。まず、材料を熱することから始める。次に、それを圧力をかけられる容器に入れる。容器の一端には、金型があるので、もう一方から材料を金型に押し付けるため、 ダミーのブロックをそちらに置き、それに何らかの駆動力で圧力をかけることで、金型から材料が押し出される。金型の材料を押し付ける、側の断面積を最終的に材料が出ていく、側の穴の断面積で割った値を、押し出し比と呼ぶ。アルミニウム熱管押し出し成形用の、設備熱管押し出しは、熱管加工の一種で、 材料が再結晶化する温度より高い温度を保って加工効果を防ぎ材料が金型を通りやすくする技法である。熱管押し出しは一般に水平な液圧式プレス機を使い230トンから1万1000トンの力をかける。この時の圧力は30ンパから700ンパであり潤滑剤を必要とする。温度が比較的低い場合は 潤滑剤として油やグラファイトを使い相対的に温度が高い場合は粉末ガラスを使う。この技法の欠点は機械が大掛かりになる点と維持費が高くつく点である。生産量が数キログラムから10トン程度であれば押し出し成形が経済的であるが材料の種類によって経済性は異なる。生産量が大きくなるとロール成形の方が 経済的になる。例えば一部の鋼では2万キログラム以上生産する場合はロール成形の方が安くつく。冷感押し出しは常温化、それに近い温度で行う技法である。熱感押し出しに勝る利点として酸化されにくい。点、冷感加工により強度が高くなる。点、熱膨張による変形がない点、表面がより滑らかになる。点、 高温で税制を示す素材に対しては、冷感押し出しの方が、押し出し速度が速くなる点が挙げられる。冷感押し出し方が採用される、主な素材としては、鉛、鈴、アルミニウム、銅、ジルコニウム、チタン、モリーブデン、バナジウム、ニオブ、鋼がある。冷感押し出しで製造される部品の例としては、容器用のチューブ、消火器容器、 ショックアブソーバーのシリンダー、自動車エンジンのピストン、ギアブランクなどがある。温感押し出しは常温より高いが、材料の再結晶化温度より低い温度で行う。技法で一般に下肢800度から下肢1800度で行う。押し出しに必要な力、材料の低減性、最終的に押し出された時の特性などを勘案して使うことが多い。 押し出し加工の4方式1、直接押し出し法2、関節押し出し法3、静水圧押し出し法4、コンフォーム押し出し法各種押し出し法で必要な力を示した図ダイレクトエクストリューションから、直接押し出しインダイレクトエクストリューション、関節押し出しハイドロスタティックエクストリューション、液圧押し出し押し出し加工装置には、様々なものがある。主に次の4点で分類される。 押し出しに際して、どの部分が動くのか。容器が固定されていて、一方から圧力をかける方式を、直接、押し出し、金型のみを固定して、容器全体を移動させる方式を、関節押し出しという。垂直方向に圧力をかける場合と水平方向に圧力をかける場合に分けられる。駆動力による分類。液圧式と機械式がある。押し方による分類。 普通の方式と液圧式がある。直接押し出し直接押し出しの構成概要直接、押し出しのダイス工具保持具の例直接押し出し、または前方押し出しは最も一般的な押し出しプロセスである。まずビレットを厚い壁で囲まれたコンテナに入れる。ビレットはラム、またはスクリューによって金型の方へ押される。ラムとビレットの間には、 再利用可能なダミーブロックがある。コンテナ内のビレットが押されて、金型まで到達する間、全工程で周囲の壁との間に摩擦を生じるため、一般に関節押し出しよりも大きな力を必要とする。このため、プロセス開始時にかなり大きな力を必要とし、一旦ビレットが金型を通過し始めると徐々に必要な力は小さくなっていく。そして、 ビレットの残りが少なくなると、ビレットが金型の穴を通るために内側に流れる必要が生じ、再び大きな力を必要とする。このため、ビレットを全部押し出すことはしない。関節押し出し関節押し出し、または後方押し出しでは、コンテナとビレットが一緒に動き、金型が静止している。金型を固定するステムはコンテナよりも長くなければ、ならない。 押し出しの最大長は、ステムの強度に依存する。ビレットは、コンテナと共に動くので摩擦があまり生じない。これにより直接押し出しに比べて、次のような利点が生じる。欠点は次の通りである。液圧押し出し液圧押し出しでは、ビレットは金型に接する部分以外、全体が加圧された液体に接している。熱管、冷管、温管のいずれでも可能だが、 加圧用の液体が安定している温度でなければならない。液体を封入するため水密性のあるシリンダを必要とする。液体を加圧する手法は次の二つがある。低速押し出しラム、またはピストンでコンテナ内の液体を加圧する。低圧押し出しポンプを使う。増圧装置を併用することもある。次のような利点がある。欠点は次の通りである。 コンフォーム押し出しコンフォーム押し出し機の加工部分は、ホイール、シ臭、アバットメント、大チャンバー、押し出しダイスから構成される。ホイールには、溝がついており、加工を受ける金属の洗剤が回転するホイールの溝に挿入されて、機械内に引き込まれる。固定された臭が、ホイールの溝に洗剤を押し付けることで、非加工材である洗剤が、 ホイールから受ける、摩擦力を増しながら進む。洗剤は溝を塞いだアバットメントに突き当てられ、行き場を失った金属は、材料だまりを作り摩擦力と、蘇生変形による発熱で、蘇生流動状態となる。高い圧力とともに柔らかくなった、非加工洗剤は、材料だまりに面したダイスから、耳の形状になって成形されながら押し出されてくる。材料溜まりでは、 ホイールやシュートの隙間から材料が一部の漏れ出て、バリとなる。素材である洗剤を溶接することで、連続加工が行え、製品の長さに制限がない。中空部分の形成押し出し加工による、管加工法中央にマンドレルを通して押し出す。押し出し断面に、中空部分を作る方法はいくつかある。一つは、押し出し前の素材を中空な形にし、固定、または、 不動型のマンドレルを使う方式である。固定マンドレルは、ドイツ式とも呼ばれ、オス、側のダミーブロックに固定されている。不動型マンドレルは、フランス式とも呼ばれ、ステムにうがたれた穴にマンドレルを通し、金型と同様に静止させる、よう固定する。固体のビレットの場合、スパイダー型、ポートホール型、ブリッジ型などの特殊な金型を使って、 中空な部分を形成することもできる。これらの金型は内部にマンドレルに相当する部分を組み込んでおり、マンドレルを金型に固定するための脚部がある。押し出しの際、金属はその脚部で一旦二手に分かれ、その後に合流する。したがって、製品に脚部に対応した線が残る。押し出し限度線図押し出し速度と、押し出し材出口温度における。 加工性と品質の関係が示されている赤い部分が製品化できる範囲であるビレットが受ける変形状直接押し出しした関節押し出しピンクで示した大近くの素材が最後までコンテナ内に残ってデッドメタルとなるシェブロンクラック成形条件の設定を誤れば押し出された製品の内部に区の事情の亀裂が生じることがある 駆動力直接押し出しも、関節押し出しも今では、液圧駆動が一般的だが、小型の装置では、機械式のものも使われている。液圧式プレス機には、直接油圧駆動とアキュムレーター水駆動がある。直接油圧プレス機は単純で頑丈なため、最も一般的である。35ンパ以上の力を発揮できる。押し出しに際しては一定の圧力をかけられる。 ただし、押す速度は遅く、50メートルメートル毎秒から200メートルメートル毎秒である。アキュムレーター水駆動は、大型の装置に使われる方式で、コストも高い。押す間に圧力が10%ほど低下するという、欠点はあるが、高速で押すことができ、最高で380メートルメートル毎秒である。このため、鋼の押し出し成形によく使われる。また、 熱管押し出しで非常に高い温度が必要な場合、油圧では火災事故の危険性があるため、こちらの方式を使う。液圧押し出しプロセスでは、一般にまし油を最高で1400パに加圧して使う。まし油が使われるのは、潤滑性がよく高圧に加圧された、際の特性が優れているためである。押し出し成形で表面にひび割れが生じることがある。 この押し出し加工材と、ダイスやダイス表面のメタルとの間の、洗断力によって生じる押し出し加工材表面の、傷は、テアリングと呼ばれ、低品質なものや不良品として扱われる。温度設定、摩擦、押し出し速度が高すぎるのが主な原因である。また、温度が低すぎて素材が金型に固着して発生する、こともある。また、摩擦が大きすぎたり、 周辺と中心部で温度差が生じたりすると不純物や酸化物が製品の中心部に集まることがある。また、金型の設計が流体整理器学的に問題があると製品内部にひびや空撃が生じることがある。また、押し出し成形された製品の表面には押し出し方向に直線的な筋がつくことがある。これは 金型に素材が固着したまま製造を続けている場合に起きやすい。コンテナ内にビレットを閉じ込めて加圧する方法では、ビレットを全て押し出すことはできずに、デッドメタルとして残る。直接押し出しでは、関節押し出しよりも多くのデッドメタルが出る。ビレットの外面には摩擦力が働くので、大直前で素材の中央部だけが先進し、この蘇生流動による、 製品内部の歪みも直接押し出しの方が大きくなる。また、製造時に比較的狭い押し出し条件から外れ、潤滑剤の剪定や台の形状、圧力の調整を誤れば、製品の内部にシェブロンクラックと呼ばれる空洞が生じることがある。押し出し成形される主な金属としては、次のものがある。マグネシウム合金やアルミニウム合金は、 表面の滑らかさが RMS で0.75マイクロメートルか、それより良い。チタニや鋼では RMS が3マイクロメートル程度である。1950年、フランスのユージン・セジュルネが鋼の押し出し成形の潤滑剤としてガラスを使用する方法を発明した。これをユージン・セジュルネポー、またはセジュルネポーと呼び、 今ではこ以外の有点の高い素材や押し出し時の温度範囲が狭い素材にも使われている。まず、素材を押し出し時の温度まで熱し、その表面にガラス粉末をまぶす。すると、ガラスが溶けて20から30サウの薄い膜を形成し、圧力容器の内面と素材を隔てる役割を果たし、潤滑剤として機能する。また6ト、mm、ルから1 8ト、mm、ルの厚さの、 ガラスの缶を金型付近の圧力容器内に設置し、潤滑剤として利用する。これには金型に素材の熱が直接伝わるのを防ぐという利点もある。押し出されたものには13ほどの厚さのガラスの膜が張っているが、冷却すれば容易に剥がれ落ちる。潤滑におけるもう一つの進歩として、リン酸塩コーティングの利用がある。これをガラスと併用すると、鋼を 冷感押し出し方で押し出すことも可能である。溶けたガラスにリン酸塩が作用すると、潤滑性能が向上する。合成樹脂の押し出し成形装置の断面図、トルクレオメータ合成繊維のノズル形状と、その繊維製品の断面、形状合成樹脂押し出し成形は一般に、合成樹脂のチップやペレットを材料として使い、まず、ホッパーと呼ばれる部分に、 それらを入れて乾燥させる。ポリマー樹脂はホッパーで熱せられた後、スクリューの刃で切り刻まれて、さらに熱せられ、溶融した状態になる。スクリューによって樹脂が金型へと押し出され、所定の形状となって金型から出ていく。その後、金型や水のタンクなどを通して冷やし、固める。繊維で強化した管を作る場合などは、非常に、 長い金型を使って出口から引き出すようにして成形する。そのため引き抜き成形とも呼ぶ。合成繊維多くの合成繊維は高圧または中低圧で流動化した材料を圧縮して多数の小さな穴から押し出すことで求める断面形状のものが作り出されている。小さな穴はノズルと呼ばれ特殊な形状のノズルで作られた繊維製品は 異形断面繊維と呼ばれ、手触り、光沢、吸収性、重量、保温性などがそれぞれ異なる、独特の風合いが与えられることで、アパレル産業に、デザイン上の広がりを与えている。合成繊維はセルロースによる、繊維素や化学合成されたポリマーのチップや、フレーク状のものを溶媒に溶かしたり加熱して液体に、されて押し出し成形機の加圧部に注入される。 この液体を糸に加工する工程は、従来の天然繊維を紡ぐ加工工程と同様に、防止工程と呼ばれ、主に以下の3つの方法がある。中空形状の繊維製品の押し出し成形では、金属を素材とする台と異なりノズルは簡単な構造で済む。ポリマーはノズルから出た直後にはまだ流動性があるため、対抗する単動子が勝手につながって、感情となる。 セラミックスを押し出し成形することもできる。テラコッタを押し出し成形して缶を製造する。レンダも最近では押し出し成形で作られている。中空のパスタを押し出し成形したマカロニ押し出し成形は食品製造にもよく使われている。パスタやビーフンなどの麺類、シリアル食品、お菓子、フライドポテト、ベビーフード、 ペットフードなどが押し出し成形で作られており、一般にエクストルーダーと呼ばれる食品加工機が用いられる。まず原材料を適切な大きさにまで砕く。乾いた材料に液糖、脂肪、着色料、食肉、水など必要な材料を混ぜ、調理プロセスを開始するため蒸気も加えて熱する。混合された原材料を押し出し機に供給して、 金型を通し、出てきたものを適当な長さで切る。押し出し機内で摩擦と圧力によって加熱調理が進む。この時、デンプンの固化という現象を利用する。エクストルーダーには一軸式と二軸式のものがあり、一軸式では押し出し工程だけを行うが、二軸式では材料の混合工程を行った直後に連続的に押し出し工程を行えるようになっている。 このような装置は、設計にもよるが、1時間に1トンから25トンの原材料を処理する能力がある。押し出し成形で食品を製造する場合、次のような利点がある。3種類の押し出し型材1、中未経材2、中空経材3、セミホロー型材押し出し断面の形状は、押し出しの容易さに対して、重大な影響を与える。 押し出し断面の形状を囲む最小の外接円の直径は必要な金型の大きさに直結し、それによって使えるプレス機械が制限されることになる。大型のプレス機では、アルミニウムでは直径 60cm ほど、鋼やチタンでは直径 55cm ほどまで可能である。押し出し形状の複雑さを大まかに定量化する数値として形状係数があり、 単位質量あたりの表面積で表される。形状係数は、器具のコストや生産性に影響する。厚い部分は一般に、金型の入り口も大きな穴が必要である。素材がうまく流れるようにするには、マンドレルを支える脚部の長さを、厚さの10倍未満にするのが望ましい。断面形状が非対称な場合、隣接する部分はなるべく同じ大きさにするのが、望ましい。 鋭い角は避けるべきである。アルミニウムとマグネシウムでは角の最小半径は0.4ミ、mm、リメートル以上、鋼では0.75ミ、mm、リメートル以上にすべきで、角の内径は3ミリメートル以上にすべきである。次の表は各種金属で押し出し可能な最小断面積と最小の厚さを示している。 二種類の台の形状アルミニウム合金の押し出し成形でのダイスからの流出速度の調節はダイスの境愛部であるベアリング部の形状でも行われる。チョーク角を持ったチョークベアリングではメタルフローが遅くなりリリーフを持ったリリーフベアリングではメタルフローが速くなる。金属素材の流速を適正にコントロールすることは単に素材内での流速の不均一性の低減が クラックの発生を抑えるだけでなく、摩擦で生じるダイスの加熱を抑えて、変形量を設計範囲内に収めることを目的とする。ありがとうございます。